日本陸上連盟は10日11日のパリ五輪女子マラソンに出場予定だった日本記録保持者の前田穂波 28= イコール天満屋が欠場することを発表した右大腿骨疲労骨折のため同種目4年アテネ五輪金メダルの野口水樹以来となるメダル獲得を目指す中でエース的存在が痛い欠場となった陸連の経緯報告は次の通り 7月31日の練習において右大腿ぶつけ根付近に張りを感じましたが強い痛みでなかったため調整しながら本番に向けた練習を行っておりましたチームドクターに連絡を取りながらの練習を行い診察や画像検査は選手村ニューソンのタイミングで行うこととしました8月6日チームドクターの診断レントゲン検査8月7日にエコー検査を実施しましたが 大きな所見は確認されず、引き続き様子を見ながら調整練習を行いました。しかしながら、その後も症状が改善されないことから、8月9日に MRI 検査を行ったところ、大腿骨筋位に信号変化が認められ、右大腿骨疲労骨折と診断されました。チーム、コーチ、選手と話し合い、 この状態でマラソンに出場することは今後の選手生命にも関わる重大な問題であるため、本連盟として欠場を判断いたしました。なお、補欠解除指定日、8月2日、時点では上記の通り選手は本番に向けた調整練習を行っており、8月2日に補欠解除をいたしました。そのため、補欠選手との入れ替えはございません。前田は2大会連続2度目の五輪代表入り。 昨年の MGC では7位にとどまったが、今年1月の大阪国際マラソンで2時間18分59秒で野口瑞木の持っていた日本記録を19年ぶりに更新。MGC ファイナルチャレンジで残り1枠だったパリ五輪切符を手にしていた。前田ほなみ、前田ほなみ、1996年7月17日、兵庫県山ヶ崎市出身。 大阪訓英女学院校では全国高校を女子駅伝で走る機会はなし。15年に天満屋に入社した。19年の MGC で優勝。東京五輪は33位。20年大梅マラソン。30キロを1時間38分35秒で走り、野口水木が保持していた日本記録更新。今年1月の大阪国際女子マラソンでは2時間18分59秒で2位となり、 野口の日本記録を19年ぶりに塗り替えた。一家で阪神を応援しており、今年の大阪国際のスローガンは、あれ。家族は両親と弟、好きな著名人は天みゆう尊敬するスポーツ選手はドジャース大谷翔平、166センチ。